スイズルミさん、駒場学園高校。1990年12月7日、黄金世代に間に合ったバースデー。17歳、新しい気持ちで臨みます。全日本ジュニアプリンセスの舞。スイズルミ。ショートプログラムはスパニッシュキャラバン。さあ最初にしていますが、ここを決めれば乗ってくるはず。トリプルトーループ、トリプルトーループ決まりましたね。もう一つ3回転。ステップからの3回転ジャンプ、トリプルループ、これも綺麗に決まりました。ジュニア女王の貫禄。降りた後ちょっと前を向いてしまいましたね。ステップにも4種類のターン、そして2種類のステップを含まなければいけません。スパイラルシーケンス、チェンジエッジしてからのポジションもいいですね。一つ一つのポジション決まっています。内から燃え上がる情熱の炎、じわりじわりとしたスイズの演技。いやー、大人っぽいですね。浅田真央選手と同い年ではあるんですけども、そうなんですね、はい、落ち着いた大人っぽい表現力を持ってますし、また浅田真央選手とは違う魅力がありますよね、はい、本当に今後に期待したいなと思いますね。その辺は荒川さんはいかがですか。そうですね、やはり小さい頃から踊ることが得意 で音楽を表現することがどんどん年々上手になっているなというのを感じます。そして3回転3回転のコンビネーションをきっちり確実に決めてきた、こういったあたりも緊張するショートプログラムの中で非常に立派だったなと思います。まあ、八木沼さんね、はい、来年の世界ジュニアの日本代表も決まっています。そうですね、まあ、それが一つ一つの試合をこなすことでやはり自信になっているなと、それがこのショートプログラムにも表れていましたね。さあそして2画面でもって、これはですねエッジの部分というのも今回はしっかりと見ていただこうと。はい、これは、ショートプログラムステップからの3回転ジャンプなんですが、はい、トリプルループ綺麗に決まっていますね。スイズ選手は最初から最後まで非常にスピードに乗って落ち着いて演技をしていたなと、それがこの、プログラム成功につながったのかなと思いますが、ここがちょっと残念でしたね。減点の対象になってしまうんでしょうか、どうジャッジされるか。ステップも流れに乗ってよく滑っていました。一つ一つのポジション形が決まっていましたね。